もともと趣味であったイラストということを生かしまして、いろいろな PR グッズを作ったり、今後も川本町に定住してエゴマ農家になりたいと思います。自分のこう人生の中で すごくプラスになる、いろんな挑戦ができる場だなと思ったので、移住を決意しました。自分たちがやったことに対する反応も見えやすいというところも、地方のいいところかなと思っています。彼らがですね、地域の皆さんと一緒になってですね、地域の活性化に大きな役割を果たしているということを知りました。3年間でですね、今の1000人を3倍の3000人にするよう総務大臣に指示を出したいと思います。実は鳥取県、昨年1年間、ふるさと納税3億3606万円、全国ナンバーワンでございます。ふるさと納税に乗って我々も非常に全国各地に、商品を届けさせていただいたと、非常に大変ありがたく思っていますし、何らか違う形でも鳥取の一ローカルメーカーが全国に商品を提供できるという場面ができればなと思いますけど、ふるさと名物を作っている方々、中小零細の方々が多いですから、ふるさと名物をですね、知っていただく、大変だと思います。これを国でですね、応援をしていくための支援策や法律を作っていきたいと。今外国からの観光客、どんどん増えていますけども、免税品をですね、全品目に入れていきたい、かつ免税店をですね、2020年までに1万店にしていきたい。半額、缶、金のですね、こうした新しい取り組みを我々の新たな成長戦略の中でですね、取り入れていきたいと。地域の活性化、地域の再生はですね、安倍政権の重要課題であります。地方創生本部を設立をして、私が本部長として先頭に立って、そして引っ張っていきたいと思っています。